はいどうも、おはようございます。11月22日、即下塾の FX 相場解説になります。見てください。大きな溶線が出ましたよ、この冷やし。もうね、満を持してでしょ。下ヒゲが支えてますから、このまんま上昇局面に入ると、この冷やしから私は推察しますね。えー、周足の方も見ていきましたけども、なんか押し目みたいな形がフラクタルでどん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 、あの、右肩上がりになっていくところを確認できましたよね。ですんで、 当面、倍の方向で見ていこうかと思います。4時間を見ていきます。4時間を見るとね、えー、この、なんですかね、ぐーっと落ちたやつが、この、お玉みたいに、ね、お味噌汁をすくうお玉のように、こうやって底を作ってですね、こういう風に回復してくるところが見えると思います。テクニカル的にこの形があるかっていうと別にないんですけども、ただね、昨日私が黄色い線で引きました、こちら。こちらを突き破って、大きく上に跳ね上げたところを、昨日はね、 昨日は実感できましたんで、大きな利益になりました。えー、月曜日なんで、慎重に行くということで、えー、まだね、自信のない方にはエントリーをお勧めしませんでした。でもお勧めしたんですけども、私の場合は月曜日からでも行きますんで、ちゃんと月曜日も利益の取れる人間ですよ。当然、カー、水木は月曜日より簡単なんで、今日も利益取っていきますけどもね。ということで、方針は倍です。えー、1時間を見ていきましょう。さあ、1時間でございます。どうですか、この形。ね。 まごうことなく右肩上がででしょうでここでちょっとね多少もじゃもじゃしてましたけどもあの折りガル日の皆様には深夜2時ぐらい2時か3時に相場解説一旦お届けしますけどもそこからどうですか新しいフェーズをここに作ろうとしてませんかどちらにしても価格ってのは円安の方向に向かっていることが確認できます移動平均線たまには見てみましょうかこういった形で開いてますよねほら徐々に開いてるでしょ 徐々に開いてるってことは、移動平均線のこの日数がどうであれ、短期、中期、長期が開いてるってことは、これは上の方にバハッとね、進むってこと、これを考えてもいいと思うのかなと思います。ということで、倍の選択ができるということです。えー、今日もね、倍で入っていきたいんですけども、すでに142円の270とか30あたりいってますんで、今からエントリーしてもいいかなと思いますよね。 え、強気に倍で取っていこうかと思います。私の場合はもうすぐ入ります。えー、今日はね、142円の、30とか40とか、少なくともクリアしていただいて、場合によっては、60、70ぐらいまで進んでいって、143円を目指すような、あ、水曜日を迎えたいと思いますけどもね。はい。じゃあまた、あ、追加放送しますので、お楽しみに。えー、速火塾限定動画だけの方はすいません。ここまでになります。